ライデル、僕の出番は？ヒロト、あ。ライデル、俺のセーブはどこ？高橋のマダックスによって唯一被害を受けたな。たまにはライデルを出さずに勝てるのもあり。次はノーヒットノーランやってほしいわ。セーブできないから、ちょっとライデルは寂しいかもね。これで亡命しんといいけど。完封リベンジをマダックスで達成するのすごい。9回255キロ連発とかライデルかよ。この選手が開幕からファームにいたんだぜ。現状が投打かが低すぎて、マダックスの価値が下がってるんよな。すごいんだけど複雑です。ライデルを温存できたのは普通に大きいね。高橋は神かもしれない。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。